写真拡大。指揮官の献身は実を結ぶか。4年目でブレイクした阪神森谷勲明投手26が3日に西宮市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、やっとプロ野球選手になれたと喜んだ。救援陣を支えたジョンソンとドリスの残留契約が難航しており、来季は勝ちパターン入りにも期待がかかる。森谷も任されたところをゼロで抑えるのが仕事。それができればいいと、その気だ。矢野監督も12球団屈指の中継ぎ陣の安定感を維持すべく手を尽くしている。チーム関係者は、監督が情報網を生かして選手のためにコンディションを整えるためのトレーナーさんや動作解析などをしてくれるトレーニング施設を紹介してくれている。特にリリーフ陣は終盤する回転だったから、そのねぎらいと来年も頼むぞという意味を込めてのことでしょうと明かす。指揮官は球団納会でまだまだやれる。今年2軍だった人が来年は戦力になってほしいとファーム暮らしに終始した選手に呼びかけるなど、新戦力の発掘を進める一方で、森谷ら本気の功労者たちへのケアにも余念がない。来季は勝負の就任2年目となる矢野監督の親心にナインは応えたいところだ。